ワッキーワッキーワッキー、森の都のカプセスト兼ガチャ研究家のワッキー海山です。毎週月曜日は1週間最新ガチャガチャやってみた、そう最新カプセルと一パトロール。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントも待ってます。それでは渾身の7アイテム、今日もこっから早送りで回していきましょう。7つ目です。それでは一つ一つ見ていきましょう。どうぞ。まず一つ目です。 IP4 目印チャームアメガエル、アマガエルじゃないですか、アメガエル。傘の柄の部分に入れておくと目印になるという。持っていかれない、持っていかれない。どうですか。じゃん。あらー、ちょっとすごいクリアなカエル。これはこれでフィニャいいね。ハート持ってるカエルもいいと思ったんですけどね、これ。うん。お、ペリドットカエル夫婦愛運命の絆だってさ。いやー、どうすか。これね、ゴムになっててね、引っ掛けやすくなってるって。なかなかじゃないですか、これ作りもね。いいっすね、カエル。2個目。この間ね、栃木に行ってきまして、栃木のパーキングね、そこにねご当地ってあるんだよね。アクリルキーホルダー、何が当たるかな。じゃん。日光の猿お猿、栃木、栃木じゃなくて栃木だそうですね。U字工事はラインナップされてなかったですけどね。まあ、いろいろあるんですかね。このなんかね、イラスト可愛くて。都庁2というね。結構厚めのアクリルキーホルダー。日光猿です。何種類あるんだろうね。3つ目。スタンドストーンズ。アニマルアトラクション。果物妖精さん。ボリューム3。もうボリューム3まで来てますね。ライオレンジ。イチジクジャク。ストレッチンチライム、ポメラニアンズ、モモグラと、果物と動物が一緒だってんだね。はい、私はライオレンジ。あー、オレンジの果肉の部分がね、透明でね、リアルなんだ。はー、かわいくて怖くないね、このライオンね。ライオレンジです。尻尾のとこのこのね、オレンジも芸が細かくていいっすね。かわいい、かわいいやつです。4個目。これはね、福島のあだたらパーキングエリアでゲットしてきました。口に当てないって書いてますね。はい、蛇のゴム人形、こんなのも最近は当たるんですね。300円。これちなみに毒蛇だそうです。当てて、うわわわ、普通にゴム人形だわなんかね、こういうのとやっちゃ回しちゃうんだよね。いや、子供騙しですけどね。昔は100円ぐらいですけど、今300円ですか。高いのかな。でもこれちょっと驚きそうですよね。毒蛇が当たりましたよ。毒蛇。5個目。お、これはね、フリーマーケット買いましたね。2021年にリリースされたお野菜妖精さんボリューム5、スタンドストーンですね。剥きたて白菜犬、ワンちゃんです。さっきのシリーズのボリューム5だね。どうすか、白菜すんごい似てるね。お尻の白菜のお尻の部分とこの犬のね、ワンちゃんの感じが似てるのかな。はぁ、ベロ出してますけどね。かわいい、かわいい。そして6個目、これもフリマでゲットしました。2021年同じ時期、クオリアの大根とカブーマスコット。大根のね、キツネがね、よーく当たったんですけどね、このね、豚カブーが当たってなかったんで ね、この色すごいいいっすよね。豚なんですけど、やっぱり株に寄せてる感じが、この青々として、ね、今収穫しましたよみたいな感じが、いいですね。
タブーです。壁。ラスト7つ目、これも同じフリマで買いました。カブーですよ。カブーの色違い、これもねなかなかの配色ですよね。カブーとカブーですよ、ほら、美味しそう。質感もいいよね。クオリアさんのこだわりがひしひしと伝わってきます。ブーブ。問題です。このうち仲間外れはどれだ。ヒント、えと。正解はカエルでした。カエルって年ないもんね。今年も大豊作。ちょっと食べにくいけどね。さっきとの間違いどれだ。正解はこれだ。また仲間外れケロ。うおー、助けてー。うん、助ける。なんかかわいい。一応一緒に暮らしてます。こういうこともできます。尻尾にはアクリルスタンドを挟めます。便利だね。白菜収穫にいるとたまにこういう瞬間に出くわすよね。いやー、この目印で人の蛇と間違えないよね。なんだ人の蛇って。全部乗っけてみた。おい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 、俺は最後のコラボレーションまでご覧いただきましてありがとうございます。もう一度言います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらにはワッキー加山所有のガチャガチャからこの件特集してほしいよというリクエスト、エモーイ昭和レトロ風ご当地オリジナルのガチャガチャの情報などなど、コメント欄にてお待ちしております。それでは素敵なガチャライフを送ってね。バイバーイ。